カー,ーを始めようぜただしそのチケットはこの家の中にあるからそいつら2枚を集めたやつしか参加できないけどなということでえっ、ー、とまずはこっちからだね地下から行って でまずはちょっとね、あの警官が待ってるから、そいつらに会わなきゃいけないと。で、そのチケットを集めるためのこんな小屋開いてた人はなんか暗くなってる。あれ、こんな怖くなってたっけあれーすーげえ怖えーな。あれこんななんかあったっけこんな電気つけていくの。なんかもうちょっと明るかった気がしたんだけどね。そう。で、どこにでもいるバーっていうね、本当に。あんたも暇だね。初めてやった時はもう、もう今日。 狂気乱舞狂気乱舞ってあれか喜んじゃう方だからどっちかって言うと、あのもう,もう発狂したよね。なんでお前そんなとこにいるの？どうやってあれ？階段降りてきたのってね。どう考えても無理でしょうよ。せーんだよ。このリリッパータイプ立派。青弱い。攻撃力は強い。でも体力は低め。じゃお邪魔します。 あれなんか首が生えてるよねヘビの鍵。どんどん焦げていく。うん。んんそう。で、その基盤を持っていないと、ペーリーに参加できねえんだよな。で、後ろからちょっと迫ってきてるやつがいるんで、急いで急いで急いで。違う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 。後ろから蹴るから後ろから蹴るから早く急ぎで急いで開けて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 開け,て開けた後はやっぱりちゃんと締めましょう。精神刺激やっけ。おお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  えっと、戻っていきます。で、戻っていくのはいいですが、えっと、戻り道のところでも、またちょっとあの、変態リッパーちゃんがいるんだよね。その変態リッパーちゃん、リッパーってなんだあ、でもリッパーだったよね、確かね名前はね。そうそのリッカーが、まあ、呼び方が安定しない。やべえ、べいあぶっあ、生きてた。やべえ、また生きてる ?OK! ーーイエーあたしを残らせちゃう。 まあ、そんなに怖くはないから安心して。で、えー、っと、戻っていって、で、そっからなんだけど、とりあえずこっちに行ってね、ちょっとしたアイテムを手に入れ、ふっとふっと、うん。誰が足、足やねで、えー、っと、そんなことはどうでもよくて、そうそう、ここのね、アイテムをね、ちょっと取り忘れてたんで、ででえー、っとれ、隠しアイテムってここのんじゃなかったんだっけあれどこだっけあ、あったあったあった。 これだこれはステ,ステロイド筋トレとかやってるとさなんかさ時々めちゃくちゃムキムキな人とかがいたらさなんかさあいつはストレイドやってるとかって言うけどステロイドとかやったらねまずねあの体がね異常をきたしてねあの見たこともないようなくらい血管が浮き出たりとか。 あるいは、その、なんだろう、あの、なんか、3日前には、例えばだけど、腕回りが38センチだったりとか、急に42センチとかになったりとかっていうので、一瞬で、その、昨日、今日で変わるっていうのが分かるから、あのね、半年くらい経ってから、なんか、体つき変わったよね、みたいなことが起こってた場合はね、残念ながら、ちゃんとね、きちんと鍛えた結果、そうなっているっていうのがあるし、あとね、ストレートやってた人はね、あのね、残念ながら、体が異常、あの、体の見た目が、あの、なんかね、 部分痩せ的なことになってねおかしくなったりとかするからあのねまあ要は薬中の人ってさなんかもう頬が急にこけたりとかさ目元がいか,れいかつくなったりとかっていうのでいろいろ変わるわけじゃないですか見たら分かるっちゅうねんっていう話やからねだからそこら辺のねあの区別がつかないような人がねなんかね「ステロイドステロイドだ」っ,って叫んだりするけど「うん、で」って話なんでね、うん、じゃあ使ってる証拠は何を見てそう思ったの で見てそう思ったんだったとしたら、相当あなた人見る目ないよねってなんか発生してるんだよね。上からも来てるんだよね。僕はこっちから避けて逃げていくんだよね。でも2体いるとね、挟まれたりすると大変だから、とりあえず1体だけ始末しておくのね。逃げるのね。2体とも仲良く、なんかむしゃっとしてるのね。こいつ意外と体力あるのね。あれ死なないのね。やばいのね。逃げるのね。ああ、こっちなのね。 離れるのね。あ、2体重なったら打ちづらいのね。うるいうるい死なないのね。やばいのね。まあ、あのブ、ブレードの方を、あの、片腕がスーパータイランとかしてるやつに関しては、もうちょっとね、もうほんとこ、こ、このシリーズでも一回殺されているというトラウマがあるんで死なねえな、おい。ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえずこっちを開けて、そうなんだよね。バイオ8、バイオ7のね、ちょっとね、恐ろしい点がね、 あの、アイテム欄開いてるときもね、あの、ウべべ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 アイテム欄開いてるときも、あの、時間が止まってくれないというね、まあ、普通はそうなんだろうけど、あの、通常の世界で言ったら、それが当たり前なんだけど、これゲームの世界なんですよ。ゲームの世界にもかかわらず、そんなにシビア仕様にされたらね、ちょっとこれ困るんだよね。さあ、またいるんで、どこにでもいるバーパート2。本当どうやって入ったのって話だよね。えーっと、なんかすごい、なんか銃がテカ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 って、あったってか えかベッドほどかしいのここでマーガレットとジャックイチャイチャ知ってるーバーが見てる中猫型ロボットーどんな問題ハーブ回復あれちょっと待って開かないあー何もないほんとどうやって入ったんだろうねだってヘビーあえ いや、なんわけないよな。いや、下のベッドから来たのかなと思ったけど、そんなわけでもないし、だとしたら、なんかもういろいろ、なんかもう、わかんないよね。恐ろしい世界だ。車椅子に乗ってるババアは、どこにでも行くことができる。夢があるようで、なんか夢がないよね。夢はあるのか。夢はあるけど、恐怖う。ん。グラネードランチュー。さあ。 特にこれでもものだこ降りていったらあのベッドがなんか急に閉まってでなんかあのクチュクチュっていう音とズチョズチョっていう音とヌポヌポっていう音とともになんか女性のねあのちょっと2オクターブくらい高い声が聞こえてくるんですよ。 はい、じゃあ、1枚目のカードキー。イヤーホー !1 枚目ゲットしたな。さあ、2枚目もあるから、ぜひ楽しみにしといてくれよ。ひどい匂いだってん。お前のカレーシュー、コマの匂いにくれたらマシだぞ、バイベイビー。生切れてきた。さあ、鍵外して、で、ここを戻ろうとするとね、確かねごっついのが一体、そう、生えてきてるんで、ちょっと、逃げる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 。で、ふって振ってり返って、お出てきちゃダメよ。 影で毎回そのい、e、いさ,さ、走り方変じゃねっていう。なんか銃の持ち方が本当、まあでも一般のド素人さんだから仕方ないのかね。でえっと、まあ、とりあえずアイテムだけ預けて、基場持っといたまま行った方がいいかあちょっと待って意外とハンドガンの弾がないダンスね。ダンスで、競争弾手に入れてるから、争点だけしといて、 でまたブレードやろうがどっから来るかなんだけど、あブレードやろうあいたね。まあまあ、むしむしむし。いちく当たってるしリーチが長いのねで、そうよ、ブレードさん長いのよで、ここでキーピックで、あカチャカチャ、あカチャカチャ、あカチャ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 ってやっといてャチャチャか 今作のショットガンってなんか使いにくいんだよね。連射できるやつは相談数2発しかないし、ポンプアクション式の方はね、なんか勝負かっ。ここでもこんなさ、敵出てきてないけど、来ない大丈夫で、ここが意外とマーカスが寝てる可愛い部屋なんだよな。とかマーカスが寝るにはあれじゃねマーカスじゃねえや。<laughs> ま、マーカスはあの、 規律を大切に従う、なんかあのね、ね養成所の人だったわ。間違えた。じゃなくて、こっち来た。マーカスじゃなくて、ルーカス。ルーカス。そうだそうだそうだ。ジョージのほうやった、ジョージ。それはスター・ウォーズ作った人ないけど。えっ、ー、と、ここら辺はいえどうでもいい。なでも他なさそう。じゃあ、登る。てんてんてん。で、ここで2枚目の基板を手に入れまして。 で、えっと、オープンザウィンドウ。いらない。あ、いらないのに取っちゃった。これ捨てられないかな。あ、無理ー。Happy birthday to you. ってやつなんだけど、別にいらないんだよな。おもちゃの手斧おもちゃの手斧で殴った方がなんか、あの意外と普通の手斧よりもなんかバッキバキにしばけそうな気がするけどな。あちゃくちゃあくるりん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 。あ違違違う違う違うこっちくるりんくるりんくるりん。斜め角度。斜め角度。くるりんくるりん。 でこっちでいじゃあ、いけ、いけたな。なんか、処刑マジニの痩せたバージョンみたいな感じになってるなで。これで青の基盤も手に入れることができたんで、パーティーに参加しようか。でもな、全然パーティーっぽくないんだよね。これ2枚手に入れた時のアナウンスは特に流れるわけでもなくか。じゃあ、いいか。では、降ります。 右行きます誰やドア閉めたんこれで敵出てくるとかそういうオチはないよね大丈夫ブレードがどっかからまたウニュウニュウニュ生えてきたりとかあれあブレードいないねでえっとここ抜けていった先にちょっとねあのそうすうリッパーちゃんがいるからあいつを先に始末でね2体いるらしいんだよねやだよね 倒した倒したっぽいね、OK。でもう一体が下からにゅきニュ,ニュって入ってくるんで、下にニュきニュキっていうかなんか、そうこいつ、もう一体どっから出てきたのあやばい、やばい外した、外したの、外した時の、あい、ちょい、バイばいバイ。ふっと振り返る。早い。あー、痛い。あー、無駄なダメージ。ムカつく、ムカつ,つく。うわー、やっちまった。 そう、あいつな。弱いくせに強いんだよ。好きなのに嫌いみたいな。えっ、ー、と、7。7、溶け、溶けた。あと、これどういう仕組みなんだろうね。OK。じゃあ、えっと、パーティーに行く準備ができましたので、えっと、次回ね、パーティーに参加したいと思いますが、む、う、み、ん、なぎってきたはい。っていうことでちょっと、癒し。 B の70。OK。じゃあ、えっと、アイテム整理してね、えっと、次回パートをまた、えっと、やっていきたいというふうに思います。ということでね、えっと、最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。えっと、次回パーティーやっていきたいんだけど、どこまで進めるかだよなちょっと、ここら辺の、あ、やばいやばい。やばいやばい。コンタクト外れた。やばいやばい。ちょっと待って、コンタクト外れた。ため直した。OK。 よかった目,目の中だけでのコンタクト外れだとってもせえそうなんだよなナイフを使うのもあれだしなあいつ持ってっかそうあいつもう使いどころのないあいつそうだよなこれでそう爆弾とかをこいつでやっていきたいというところですねはいまあ 次回のパーティーをね、あの楽しみにしていただけるという方はですね、あんま楽しんでいただけるという方はですね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、俺、楽しむぜっていうことをね、お知らせしてくれると嬉しいです。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回は、えっと、ちょっとね、あの、汚い男のドアップをね、映像で見ながらっていうところのスタートなんで、大変恐縮なんでございますけれども、まあ、サイコパス気質を持っている人たちっていうのはね、そこら辺がどうしてもね、あの、なんか無関心ってところがあるんで、まあ、ちょっとあの、 講習を気にされる方はねふざけんなっつって、ね、あのファブリーズいっぱいしといてくださいということでお疲れ様でしたバイバイ